ダニー・アウベス。ダニー・アウベス。ダニー・エル・ダニー・アウベス。ダニエル・アウベス。こんにちは。ダニエル・アウベス。ガビが来てます、今。ガビ、スペイン代表の新星、超新星。9番、ガビ。ヨイ君ちょっと似てますね。ヤフ。2文字だけ。リオネル・マタズさん。うわー、こいつやばい。今、結構元気いいんですか、うん、元気だよ。最後に走ったのいつですか？走ったの？あんま走んなくない？もう大人になってから。たまに、電車間に合わなそうで。ああ、はい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 、はい、なんなら昨日新幹線間に合わなそうでめっちゃ走ったよ。え、間に合わなそうで走った？行きってこと？帰り。え、帰り？何が？今半の弁当買ってたから。あ、弁当買ってたんだ。ブブブ。今日は何するんですか？今日いっぱい走りますよ。え、あ、ランニングですね。鬼ごっこです。一番苦手なんだよ。今まで畑でさ、いろんな鬼ごっこやってきたじゃないですか。サイレント鬼ごっことか、白線の上でも鬼ごっこしましたね。あー、やったね。今回新しい鬼ごっこ考案してました。これ流行りますよ。ワクワクするんでね、外で鬼ごっこっていうことで、題してご飯鬼ごっこ。なんですかそれは。鬼に捕まったらくじを引いて、そのくじに書かれてあるご飯を食べないといけない。うん、ああ、あの罰ゲームのついてる鬼に捕まったりとかのご飯版みたいな、うん、あ、そうそうそうす、なんか俺ガキ塚であったじゃないですか。はいはい、はい、そう、そのイメージ。あ、僕が鬼役やるんで、みんなちょっと全力で逃げてもろて、制限時間30分か60分で迷ったんですが、60分。おい、ふざけお茶が60分鬼ごっこ出てくるします。で、これはですね、鬼 VS 逃げる人の戦いなんですよ、うん、というのも60分間でみんなが無事鬼ごっこ終えられたら勝ち、こっち側が勝ちで、鬼の勝利条件は途中でもう食べれなくなった人が出たら鬼の勝ち。捕まった人は、うん、まあ飯食ってるわけやん。タイマーストップするんですか？しません。ゆっくり食べたら。出た。それでそれはちょっとスポーツマンシップにのっとってあんまゆっくり食べてるともう一回捕まえに行くんでまだ食ってんのかって。やべやべやべ。待ってください。普通の平地でやったら僕無限に食わされ続けて死にます。ですよね。今回フィールド用意しております。お、海賊船です。あの、行ったことあるでしょ。もう3年前とかよ、あれ。はい、ある。夏あそこでやります。なるほど、はい、障害物とかもいっぱいあるから。よかった。60分の時点でギブが出なければ、はい、俺らの勝ちか。そうです。そうすると、キング牛。負けたチームは、キング牛だ。やばい、やばい。なんで、ギブした上に、ただ、全部、食ってて、無理だって言って。4人で1個食うってこと？そんなぬるいわけないでしょ。1人でもギブが出たら？はい。そっちチームの負けで、4人、キング牛丼確定で。次は、キング牛丼食うのね。ダメだったら。僕、ダメだったら、はい。みんなが完走できたら、僕、1人で食います。で、ちゃんとね、当たりも用意してありますから。おー、あー。全部が重い、例えば弁当だけとかではないです。引きの強さも大事です。くじの。ああ、確かにね。軽いの引き続ければ全然いい。あ、そう、軽いのももちろんある。いいでしょう。じゃあ行きますか、会場へ。行きますか。なんか雲行きも怪しくなってきたし、やっちまうか。とっととやりましょう。しゃ、まあ、会場はじゃあ、あの船からまあここら辺ぐらいまで、まあそこにナンパ船があるんだよ。はい、よし。ん、いいよ。なんだい、またズル考えた。狭えなと思って。いや、結構広いんじゃないかこれ。結構広いよ。むずいよね。うん、まあ、他の人々には迷惑かけないように。はい、そうですね。それは大前提で、はい、気をつけて楽しみます。はい。うわー、もう始まんのか。難しい。三脚をつらっ。あんま変わんないよ。では1時間ですよ、皆さん。よーい、スタート。鬼は何秒？3、2、1、ファイヤー。待てー。うわー、よいくん、お前なんで俺から来るんだよ。タッチ。いきなりですよ。みんな、あとは頼んだぞ。早くご飯食べて戻ってきてください。ではですね、この中から1枚取ってください。この中にね、食材が書いてあるんで。来い。さあ、ファーストバイト。カツ丼。これです。まあ、一発目やね。はい。なんなら腹減ってるんで嬉しいんですけど、スローかけないで適度に早く食べましょうねってことですね。適度に早食いでお願いします。その間俺は次の人行きます。隠れてんな。どこだ？いた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 。なんで？なんで？なんで？アナチさん、確保。最悪だ、またそのせいだ。ごめん。やばい、来てる。あそこにいるんだよな。
取っちゃうね。よしよし、負けるぞ。きついです。早くも。オープン。牛丼。そっち来るかも。来た。そっち。またぞ。捕まった。マジつらい。じゃあ捕まったんで引きます。これ、あ、ヨーグルト当たり。よっしゃー。鬼バテさせときました。ナイス。トイ戻ったぞ。よっしゃー。陽平くん狙います。船の下にいればバレない説。来た。なんでこっち来んだよ。こっち来ないでよ。あら、ラッキー。じゃあ引きますわ。ピンクと黄色ついてるの怖え。あるんですよ、ピンクとか黄色とか色ついたのが。ドゥルル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 大福。おお、大福当たり枠です。鉄がやばい、暴れてるわ。重いのが走れるっしょ。いや、来た来た来た。鉄やばいわ。鉄は一旦保留だな。鉄は保留にさせない。またぞ、お前先捕まっちまうぞ。あー、無理、砂場無理。鉄、ちょっとなんかないっすか。もう鬼の体力はゼロです。じゃあ、分かった。トイそっからスタートで、俺もこっからスタートで、俺絶対右か左どっちかに走るから、それに合わせて走ってきて、せーので走り出そう。それで合ってたら捕まえれるし、このチャンスを絶対掴め。いくよ。はい、せーの。お前後出ししてる。鉄無理です。よしよし。来た。これはね、ゲームに勝つためによ、よ、先生を捕まえるしかない。もし俺も入れてもらおう。松丼なんた？松丼だよ。頑張るね。20分しか経ってないから。まだ20。ウィダ。これで俺がどんどんみんなの当たり枠を減らしている。当たり枠連続2だ。ごちそうさまでした。よし、油断してますね。3、2、1。よし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 、あとあと5センチ。かわし上がる。この砂場がやばい。鉄が暴れてんだよな。だけど鉄も一回捕まえれば走れなくなるはず。鉄、駆け引きしよう。このヤシの木の後ろに鉄が立って、右か左、せーので走り出してください。俺も
50% ハイチカバチがかけて、片方に全力で走ります。せーの、ずるしてたんや。ダメだ、もったいない時間が。テツヤを捕まえません。あとみんなが腹のキャパで耐えてくれれば。うわー最悪だ、まずい。バカかお前。ダメだった、チクショー。あの二人多分隠れてるな。アレクサちょっと聞いたのや。もう4個目ぐらいだよ。テツは何カツカレー。うわ、カツじゃん。最悪だ。あと田中さんか、多分書かれてんだと思うんだよね。田中さんウィールやろう。いないね。疲れてた？もう無理だ、体力の限界だった。全員捕まえた。鬼に休息与えちゃう。これ俺ら超不利だぞ。次出陣する人あと26分28秒あたがカツ丼、陽平くんがそば、そば、テツがカツカレー、マジックっぽい。そして田中さんが今から引きます。またそれちょっと長いんじゃない、ご飯タイムが。いや、まだ3。頼む、少ないやつ与えてんだよ。まあまあ足り、サンドイッチ最悪やん。カツサンドや、うん、やばい、これまたぞと1対1でしょ。はい、えぐ、分かんない、いい勝負だね。うん、俺はここで捕まえたいですね。まあ、5秒ぐらい空きますわ、さすがに。カメラ待ったら5秒数えますよ。それでは食べ終わったので再開し、時間稼いでんな。もうペナルティーになりますよ。ごめんなさい、ペナルティーになるとワッキーのモノマネしなくちゃいけなくなるからね。そのペナルティーそれでいいんですか。ゴー4321ファイヤー、本気や。体力回復してるぞ今の問いは。終わりでしょうね、秒で捕まれ。あいつしゃすぎんな、くんなボケ。かっこー、早く来いよ。やばい、これ順番に捕まってるやつや、これ。鉄が復活するしかない。でもカツカレー入ったっしょ。そう、ご飯食ってるから多少きついと思うんだよな。3回目あれマジでエグいの怖い。で唐揚げ、うわ、足りだ。やっべえ、これタッチ。嘘でしょ。いや、嘘でしょ。5 4 3 2 1。テツ頼んだ、あと10分ぐらい。笑顔で人のこと追っかけんねん。だって俺ん時だけさ、その笑いながら追っかけてくんのやめてや、怖すぎんだけど。笑いながら走るってすごくね。むちゃくちゃ軽いの、これ。牛丼だ、来た。やばい、やっぱお腹に何かが入るってね、違うみたいですね、走りに影響が。だいぶ出るよ、うん、あと一回休んでさ、腹落ち着いちゃってるよね、体も。このままじゃ負けるぞ、みんな。ちょっと陽平くんは気持ち長く感じますね、ご飯時間が。ペナルティーか、これは。ペナルティーはワッキーのものまね。そんなこと言ってる場合じゃないんですよ。じゃあ5秒発注して、5 4 3。ファイヤー。うわー。
無理だ、これループ入ってる。これ5秒は短いですって。じゃあこれから7秒ね。あんま変わんねえじゃん。10秒ね。あと目つぶって。ああ、オッケー。確かにどこか行ったかね。やった、当たりだ。おにぎり。俺当たり引きすぎ、マジすまん。笑いながら追っかけられる。マジ怖い。あれ怖い。本当にちっちゃい頃に悪夢で見たやつの3人みたいな。さあ、松尾くんも終わります。このヤシの木にここに立てかけます。めちゃくちゃいい自然の三脚発見した。喜んでる人いるな。これ向かって喋ってるやばいやつ。これなんだと思う。タケノコさんですか。はい。人。あ、違う。人だったら。しまれてる。頑張れ、松田。答えは何ですか、ちなみに。シュライム。10。松田頼む。9、8、7、6、5、4、3、2、1、ファイヤー。あそこでもね、せこいんだよね。捕まえらんないんだよ。ここしかない、もう俺には。やばい、俺か。あの人元気すぎる。あと11分。あと、そっから見えるか。今あいつは休憩してます。あ、だんだん来てる。なあ、お言うの遅いよ。またザルそば。ちょっと待って。残り9分切りました。今からですね、遊具禁止です。遊具の周りは大丈夫です。周り OK です。中に入ったり登るのがダメってこと。はい、遊具に乗ったりするのはダメです。ではスタートします。絶対この裏にいるでしょう。うわ、あっちか。窓像帰ってきたぞ。えつ教えて。くる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 。何やってんねん。俺人のこと言えんけど。あと何個くじ。2個。これだ、ビッグマック。ここでビッグマック。復帰します。はい、10秒数えます。はい、10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。どうにかパリするんで見てる。今何分撮ってる。今58。あと1分ちょいです。これもうラスト1個なんで、これです。うぅ、ビッグマックだったら死ぬ。ビッグマック。ゲームマスター。あと14秒です。おじさん入った？来たー。あ、いいところ。何ですか、田中さん吐きましたか。ティッシュください。でもピピピーと同時だった。だからドローか。悲鳴が聞こえてこっちにやってきたんですよ。陽平先生どうなんでしょうか。ピピピーと鳴る前に吐いていたのか、同じタイミングで吐いていたのか、陽平先生の口から真実を聞きましょう。なる前。
結果ですね、リバースはダメですよね。鬼の勝ち。うわー、でめちゃくちゃいい塩梅でしたね。ギリじゃないですか、本当。いや、最後守ればよかったな。あと、まあ、陽平くんがね、当たりをいっぱい引いてたから、これがもし田無さんとか引いてたら変わってた。そしたら今度俺が吐くから。確かにね。まあ、勝者が鬼のトゥイということで。なかなかない終わり方したな。現場でゲロ。誰もいない、トイレもないことを確認してゲロ吐いた。まあ、我慢できずぐらいね、うん、厳しかったということで。後日4人はキング牛丼ですね。うわー、最悪だ。大人になっても走り遅いっていうのは一生こうやってつきまとう。自分の将来に絶望して生きよう。俺今も絶望してる。でもそれでも強く生きてる。走り遅くても強く生きてる。でもマジでこういうことに関しては絶望した方がいい。大人になってもそれだけは変わらない。走り速いやつが勝つ。これ2秒だよね、確か。はい、これ使われるの2秒らしいですからね。じゃあもう何も食べねえ。はい、もう食って気づいたらごちそうさまでした。綺麗ってなってる。いただきます。お疲れ様。お疲れ様。